すごくないマジで。はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。エリキブログです。はい、ということでね、今朝の6時半でございます。早いです。クスコは朝めちゃめちゃ寒い。夜はもうめちゃめちゃ寒い。でなんでこんな朝早く回してるかっていうとね、今日から1泊2日のマチュピチュツアーに行きます。でも今日はまだ全然マチュピチュに行かない。今日ちょっとね、クスコとマチュピチュの間に、ハロー、グッドモーニング、クスコとマチュピチュの間にあるね、セイクリッドバレーっていうところでね、まずはちょっとプラプラするので、バスがピックアップしてくれるはずなので6時半に、それを待ってます。それを待ってる。本当に来るのかな。あ、見て、あ、来たの。ちょっと聞いてみろ。ちょっと今よ、高いよ。イエス、やった、来ました。見つけた。ちゃんとピックアップしてもらいます。ということで行ってみましょう。Family, eh? Let's go. Vamos, por favor, sí. Gracias. Tenki, いいね。天気予報によると、なんかちょっとだけ雨がある書いてあったのに。湖にやってきました。冬用ツーツーツー、なんだっけ？プライ、プライ、プライト、プライト。お、アルパカじゃない？パカパカだ、かわいい。このペットのアルパカ触れるの？逃げる。嫌いということです。嫌われました。嫌われた。ほら、気をつけてね。怒ると怖いかもしれないよ。怒らない。柔らか。めちゃくちゃ可愛いな、目がでかくて。確かに目でかいね。まつげもめっちゃ長いよ。そう。ハロー。わー、ふわふわだ。めちゃめちゃふわふわ。ごめん、あんまりちょっと触られたくないのかな、この子は。ということで、今はアルパカファクトリーに移動してきました。いろんなカラフルなストールとかクッションとかマットとか絨毯とか、まあ、ニット、服、いろんなものが売ってる。レナが食べてるパンが欲しいって。あげないの？ケチな女だな。ほら、ついててるよ。フォローしてるよ。今ね、チンチェロ遺跡って言って、インカ帝国の昔の人が住んでた遺跡。ちなみに、標高は3800メートルぐらい。富士山よりも高いです。マーケットみたいになってんだの棚田、段々畑になってる塩の棚田があって、あっちにあるからちょっと店に行こうと思います。多分そのそこから見れると思う。見える。すごくないマジで。塩の棚田初めて見たけど、真っ白、なんか雪がかぶさってるみたいに綺麗だね。なんか綺麗で汚い。
一見するとめちゃめちゃ綺麗。すごいよ、数がすごい。この1個のプールみたいなやつが約4000個ぐらいあって、でこのプールみたいなところに塩水を入れて20日かけると塩が出来上がって、1個のプールから150キロの塩ができるんだって、20日かけて。でそもそもなんでこんな場所に、こんな山奥にこの塩水があるかっていうと、この周りの山のミネラルで塩分が含まれてる水がこう流れてて、これよく見るとこの通路みたいなところに塩水がずっと流れてるんだよね。すごいっす、規模がすごい。こんな棚田見たことないもん。ここ流れてる水が本当にしょっぱいかどうかを。あの普通に海の水としょっぱい。おばあちゃんみたいになってるよ。飲んで。飲んでます。おるおるおる。あぶねえ。はい、ということで昼です。昼はビュッフェ。意外と美味しそうな。そう、めちゃめちゃ種類豊富で量もめっちゃあって。めっちゃ美味しそう。いただきます。はい。オロバタンポポポわかりません。名前が難しい。名前が難しい。オリアンチャリタンボみたいな。みたいなことでしょ。え、もうちょっとやめる。なんだっけ。オヤンタイタンボ。オリアンタイタンボ。オヤンタイタンボに来ました。こっちは村です。で、あっちは昔の。こっちがすごいよ。なんかディフェンスの。石段で段々になってて。約250ステップぐらい。そうです、階段があって、一番上で行くと太陽のお寺かな。なあ、ちょっと半分ぐらい行ってみようかな。ちょっとね、上がれるところまでは上がってみて、ちょっとそこからこっちのね、オリアンタイタンボの村をちょっと見たいね。見たいな。行きましょう。もう疲れた、終わった。ちなみに今標高が2800メートルぐらい、まあ、まあまあ標高高い。おい、まだ上はあるよ。ほう、上がってきました。ちなみにレナはあそこでギブアップしてます。あー疲れた。すごいね、すごいよね。なんか山に、山々に囲まれた谷にさ、こういうちっちゃい村を作って。インカの人すごいな。今気づいたけど、あんなとこにも家がある。なぜあんなとこに家を作った。はい、ということで今ね、オリアンタイタンボの村の中のカフェにやってきました。疲れた。でちょうどあと1時間後ぐらいにこの村からマチュピチュ村行きの電車が出るので、天空都市マチュピチュに行きたいと思います。このビデオじゃなくて、次のビデオは全部そのマチュピチュ関連のもの。この動画が面白いと思った方がいいね、いいねボタンでね、ぜひ次の動画、天空都市マチュピチュの動画もね、ぜひチェックしてください。そう、マチュピチュだよ、マチュピチュ。ということでまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。なんか高級感ある感じの電車で、上にはパノラマビューがついてて、パカパカがいる。本当だ。マチュピチュの